好开心，米夏加桑，谢谢你来。那どうしようかな。俊杰，俊杰，我觉得跟那个俊杰好久不见。麻油饭配午餐，谢谢你今天也来。林山，都俊俊公所山，一万三，耶耶。嗯，これコメントまだか。テロップ、本日のテロップ。日本語。どうしよっかな。English. 欢迎。OK. 来的晚，星星就要睡觉了。君姐，今天早点睡觉吗？不会陪我到十二点啊？不是，你在大阪，所以到一点。丢完星星要去洗澡啦。哦，对呀，对呀，你还没洗澡，我也还没去洗澡。哇，好开心哦！五十二个人，空棒吗？今日はどうしようかな。今日も12時までだよ。佐藤さん、晚上好、会ってます。すごい、中国語が上達してる佐藤さん。晚上好、大家。下午夜台開始了哦。到12点、1時までね。今日も中国語を学びましょう。3つの単語ぐらいね。今日は三つ編み、そう。ゆかさん、晚上好。ルルさん、晚安。我回来台湾，要上班，都要早睡。我也很想要看直播。哎，你真的很辛苦啦。你明天要明天回来台北吗？还是不是台北？台湾吗？还是今天晚上要搭飞机？上班加油！妈有跳舞的影片，好好看，谢谢你也你也有看了，谢谢你。大家都有看我跳舞的影片吗？最近インスタグラムに載せた動画見てくれました？みんな。北海道タイガーさん、晚安。こんばんは。三つ編みかわいい、ありがとう。若潮さん、こんばんは。有。刚刚我问你什么？没有没有，我刚刚问你什么？忘记了耶。哲司さん、こんばんは、来ました。サーモンさん、ありがとう。あかりちゃん、そうそうそう。三つ編みにした、今日は。そうなの。ファンファン、晚安、マヨ。ファンファン、晩安。英語も喋るの？はい、英語の方が中国語よりできます、今のところは。ジュンさん、こんばんは。累了吗？没有欸。没有啊。白看不远的麻友跳舞。啊啊，对了对了对了，我刚刚有问有没有看，对不对？我自己问，我自己忘记问什么。麻友晚安安，今天有点忙。哦，是哦，阿花さん，辛苦啦。你有问有没有看你跳舞的影片？昨天回来台湾的，马友有看世界什么足球？足球吗？现在日本在，哎，是吗？是吗？我没有看呢，真的，我身边都没有电视。Hey Maya, this is your fans from Guam. Oh, really? Are you from Guam? What time is it right now? And by the way, my name is Mayu. I'm not Maya.Please remember my name, Matthew. Yeah, it's really hard to
remember my name, my Japanese name for foreigners, but I hope you remember my name. ハーモニーかわいい。ありがとう、松田直樹さん。松田直樹さんだってるよね。高瀬さん、晚上好、今天也来了、谢谢。まゆさんのせい。どうしたどうした、まゆさんのせい。さっきなんて言ってたっけ、じゅんさんは、こんばんは。うん、中国語難しい。ね、ほんとに。今日も中国語3つ用意してるから一緒に覚えましょう。トリリンガルすごい、全然。花枝怎么突然变这么好？字要麻药太清楚了。欸，不要看，不要看。那我远一点好了。这里远一点了。可是我今天刘海比较不好看欸。怎么办？イワさん、ありがとうございます。なんかギフトが届いてる。なんでもえちゃんだこれ。あかりちゃん、ありがとう。嬉しい。あかりちゃんは今何年生、何年生って言ったらおかしいか。何歳なんですか？どんどん君にハマるのは君のせい。じゅんさん。またうまいこと言ってくれて。ちょら、等一下、又被吃了。这个、很讨厌ね。除了第一次花枝、真的耶。很好、很好。こんばんは。たけるさんや。ありがとうございます。いつも来てくれて。また来ました。まさやさんや。ありがとうございます。高一だよ、JK。お、懐かしい、JK。いいね、若いって。でもそんなに変わらんか。三つしたかな。劇場どこにあるの？まだ全然劇場はできてないんですけど、多分台北にできるのかな。うん。台湾の台北にできると思います。高校生か。制服かわいい？大家高中时候的制服很可爱吗？很好看吗？我高中的时候的制服很普通。我就想要看，我就想要穿那个 sailor 服吗？你知道 sailor 服吗？ sailor 服的中文怎么讲？我不知道。小岛姐姐，马友有参加大学的制服日吗？没有，没有。哎，对了，我在大学看过几个人穿高中制服。嗯，可是我没有带高中制服来啊，所以没办法。马友，こんばんは。かかさん，こんばんは。水手服，水手服。僕は DC。DC？ DC って何？こんばんは、シュウさん。勉強は大丈夫？はかどってる？かわいい制服着てる。あ、そうなんや。いいな、うらやましい。お邪魔します。今からカウントする。ありがとう。我已经穿不下高中制服了。我也有可能穿不下。水手服。谢谢、哲さん。台北よく遊びに行ってるので、悠々か、あ、そうなんや。これは2のやつですね。要用卡持ってるって。さあ、今天我有準備、麻友考試。就想要让大家知道、更知道我的事情、关于我的事情。所以我有準備很多问题啦。大家猜猜看。等一下、会问大家。なんで？真美呀、真美啊！哦，高瀬さん、ありがとうございます。ありがとうございます。劇場できたら行きます。ぜひ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 。妹妹めっちゃ楽しみ。マヨさん、晚安安。愛七七什么？等一下。那个叫什么？你的名字我没办法念呢。Willy 爱七七三。マヨ体重？不要问。不要问，目前不要问，现在不要问。哎，要被吃了耶！すごいこれが髪の毛に。まゆちゃん今日は2時間もしてくれるのはめっちゃ嬉しい。たけるさん、たけるさんと2時間、たけるさんが2時間付き合ってくれたら嬉しい。まゆも。まゆ中文考几分？80/65。所以如果是100分的话 ,81, 八八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 很高吧，很高吧，对不对？
谢谢老师们，每次教我中文，很开心。こんばんは、サイさん。我爱你。高先生、我也爱你。日本终于进球了。足球吗？要要 啊，要要要要要要吗？要要 really 爱七七，可爱哦，要要 really 爱七七。嗯，五十万一张，五十万一张，这个多，这个多。今日も髪が出てる。そう。これ、お前にちょっとイライラしてきた、これ。マヨちゃん、こんばんは。ほんわい、谢谢。好高分吧、すす。マヨちゃんってニックネームとかあるの？日本語のニックネームがないから、みんな考えてほしいな。我没有日本的绰号嘛。没有绰号。可是、中文的话、中国語のやったら、小球って言って、こ、小さいっていう字に、マリ、手まりのマリっていう字で、小球。なんでかって言ったら、球って感じの意味は、なんか丸々してるみたいな。で、一番ちょっとぽっちゃり体型やから、なんか丸々してるかなみたいな。そんな感じで、中国語のニックネームはあるんやけど、日本語のニックネームはないから、ぜひぜひつけてください。まゆぴょん。まゆゆしかないじゃん。シャオチョウ。うん、そう、サーモンさん。こまり。こまりって書きます。まゆゆしかないじゃん。まゆゆは、たまーに言われるかな。日本人能有这种这样流利的汉语，很厉害了。谢谢你，谢谢。我也在努力学习中文，就是我希望我今后我的未来，我在未来想要，怎么说，懂简体字跟繁体字，拼音跟注音。因为我很喜欢学习外国语啊，麻油巧语麻油，麻油巧语麻油，听说偶像美了啦啦啦，贴纸上中文太难了，我看不太懂，巧语麻油什么意思？一个字例般。没办法，铁子さん、对不起。こまりって可愛いね。小美女、晚安。アイスさん、晚安。このままスリープリーディングで中国語を覚え、スリープしちゃうの？スリープは絶対したか。ちゃんと見てて。こまりちゃんって響き可愛い。全然でもなんか、ニックネームでもなくなってるけど。名前からめっちゃ離れてるけど。我超坏、真的耶。就是你一定要用很简单的中文跟我聊天，而且早上跟晚上我的中文很差，真的。早上更差，好烂哦，我的中文。早上我也不知道我在讲什么。200人だよ。朝と夜は自分の中国語能力の低さに驚く。もう全然頭回らなくて、朝と夜。自分でも何喋ってるか分からへん。わら。あれ？なんでいつも晩ご飯食べる前に聞くの？聞くの？あ、開くのか。ご飯食べながら見て。でもさ、もう11時15分よ、ピヤングさん。今から晩ご飯食べるってすごく遅くない？我的意思是、藤井麻友接受进、哎、啊、看不懂。等一下。接受、あ、渡辺麻友さん。蔷薇结巴。啊、我懂了。谢谢。很简单的中文，例如麻友是几岁开始这么漂亮的啊？君姐，快去睡觉吧，快去睡觉。不小心，你让我太开心了，君姐。
アベマさんと話しますけど、そんなにめちゃくちゃ話すってこともないかな。バスとタクシーやっと乗れた。まだ帰ってなかったんですね。勉強してるの？何の？って、そら、眉と話せるようになりたいからやん。嘘っていらへん。その最後の2文字の嘘はいらへん。お酒は何が好き？これ、言っても大丈夫やんね。梅酒？ 梅酒でも台湾は18歳から飲めるからね。今日は何食べましたか？你今天吃了什么？佐藤さん、すごい、中国語使ってる。我今天吃了什么？我今天吃了什么呢？哎，对了对了对了，我今天吃了蛋饼，培根蛋饼。ベーコンの蛋饼っていうのを食べました。まゆちゃんこんばんは。ゆみやさん、今日も来てくれてありがとうございます。心心今晚就睡了，哭哭，我要哭了。こまゆとか、あ、かわいい、こまゆって。でも結構大きいけど大丈夫かな。 こうでもない、こうでもない、サイズ的に大眉になってしまうかもしれない。我现在也完全听不懂 AKB48 成员在整什么了，听到头晕了。妈哟，整天听中文真厉害！丹子伞，你也太可爱了吧！头 晕了。可是我刚来台湾的时候跟你一样呢，真的，整天都听中文就头很痛的那种。やばい、君には。君にはまりすぎる。じゅんさん、普通ですし、どんどんはまってもう抜けられへんぐらいにはまってください。マヤって何歳な？まあ、俺は天才やけど。マヤは超天才やよ。大眉。通じた、開心。サトゥさん。我也很開心。私も嬉しいです。マヤ、晚安、小バイ。谢谢你来。会えるなら本当に台湾会いに行きたい。ほんまに劇場ができたら会いに行ってください。日本人です。大阪出身です。いつも繁体字使ってますか？基本的には、最近は繁体字使うかな。でも、簡体字も読めないことはない。昔簡体字、昔っていうかちょっと前に簡体字も勉強してたから、その大陸の方のピンインも大丈夫やし、台湾の方の注音も大丈夫かな。ルームフォローしました。ありがとうございます。のっき、初姫ガチ彼女に恋しました。したいまちゃーん。まちはさんね。まちはさん、まゆです。お願いします。まゆちゃん、今日もストーリー載せる。スクショタイムください。お、いいよ、ありがとう。ちょっと待って。今日はあかりちゃんリクエストで三つ編みにしたから、これでいいかな。取れたかな？取れたよね、多分。いける？ ありがとう、あかりちゃん。勉強順調なんだね。結構順調です。可愛すぎる。ありがとう、まちゃんさん。あ、待って、間違えた。今日、超まずい。カレー作って気分上げ下げ？どっち？ 上げ下げ？あ、上がったけど下がったよってことね。あかりちゃん、ありがとうね。簡体字も勉強した方がいいかな。そうね。そうね。簡体字ね。まあ、どっちか。かな？どっちかを絶対決めた方がいいかな？時間止まった、今。お疲れ、あ、けん休みなくさーや。ありがとう、みつめ。みつめめっちゃ可愛い。え、中文那个叫什么？双马尾吗？不是双马尾吧？这样子怎么讲？日文是みつあみ，中文我忘记了，我好像忘记了。我忘记了。こら、可愛すぎて、こっちが照れる中年。高先生。オフ、オフ。たけるさん、ありがとう。じゃあ、晩飯食べてくる。はい、お腹いっぱい食べてください。チーだ、チーパオー。
大家好，我叫藤井麻友。我是 TB48 的一期生研究生，我现在是19岁，我来自大阪，请多多指教。大学入るから反対時頑張る。あ、そっかそっかそっか、台湾の大学入るんやったら絶対反対時。頑張ろう。サインキクスオのサインなんて知ってる？それは歌ですか？知らへんけど、かな？ちょっとメモります。サインキクスオさんのサインなん。コスオさん。漫画？あ、そうなんや、漫画なんや。漫画あんまり読まんくてさ。まゆちゃんでポニーテールも似合うし、ツインテールも似合うし、三つ編みも似合うし、お強いね。絶対あかりちゃんも似合うよ。我喜欢绑头发。自己绑头发。今天日文的礼物也很多，中文没有了。大家用中文跟我留言哦，都是日文哦，我的中文会退化。次ポニーテールしてほしい。ポニーテールが一番好き。なるほどね。ポニーテールします。じゃあ次、明日ポニーテール。イェイ。マヨ现在是大学生吗？对啊，我是大学生，大一。然后从9月大二了，好快哦，时间过得超快，因为快1年了哎。对啊，9月的时候报名那个 TB48 的甄选呢，所以快一年了，超快。甄姐留言，不是跟我说留言啦，说其他的东西啦。ハーフツインもしてほしい。ハーフツイン。おー、なるほどね。ありがとう。いろいろリクエストくれて。明日絶対見に来るね。イワさん、ありがとう。会えた時に中国語で話したら嬉しいです。中国語勉強中。タカセンさん、そう言ってもらえるのめっちゃ嬉しい。ユースケさん。かわいいな、こんばんは。ユースケ番長さんや。ありがとう。楽しみだ。明日も仕事頑張ろう。KS ミラクルさん、頑張ってくださいね。マイも頑張る。ハート100個突破。アイスさん、ビンダー、シュシュリラ、アイシー。要1年了、好想要看到麻友啊。中介、真的耶。好快哦。很多人从那个一开始的时候一直支持我，我很感动，真的很感动。我以后为什么会想知用日文和小池塘说话？真的，你说的，你不可以用中文了，也不可以用那个日文，只可以用大阪方言跟我聊天，好不好？麦さんの歌声も聞きたい。なるほど、それは楽しみにしておいてください。練習します。简 体字的简化意。思路就是日文平假名的哦，日文的カタカナね。なるほど、谢谢你。XY さん，我可以叫你什么 XY 吗？麻友 NN 蓝文吗？是吗？晚安。没有眼泪，没有眼泪，我要眼药水了，我需要眼药水，给我。我要假装哭哭了。明日学校行きたくないけど、まゆちゃんのこと考えながら授業を受けるね。あかりちゃん、マジで可愛すぎる。めっちゃ可愛い、ほんまに。授業頑張ってね。難しすぎるやろー。で、これしよう、一緒にケイクスさん。我们一起 pose 这个我们握手会的时候。富山来るの行けたらいいな。そう。TGC のイベントまだやってるので、私に富山県に行けるチャンスをください。だから星とコメントとください。まゆちゃん、晚上好。晚上好。他是放什么猪？普吗？是普放什么猪吗？
对不起哟，我的座位很不好。伊万さん、谢谢你的爱心。ありがとうございます。100個の爱心。我要用九州弁讲东京话，加台湾口音的日文，干嘛要说话？我听得懂就好了，我听得懂就好。可是为什么没有关系？这是大宝方言呢，酱母汤。在这上，我想要看 Maya 跟 Yuzuka 合体跳舞，不知道剧场会不会有这个啊？真的耶，我也想要跟 Yuzuka 一起跳舞，他也会跳舞，那个跳 hip hop 那种，那个很帅的那种，我也会啊。可愛いだね、可愛いって言われた、めっちゃ湧いた。あかりちゃん、今高校生の間でさ、流行ってる言葉って何？流行語みたいな。ギャル語みたいな。教えて、私に。いいよー。まえちゃんです。まゆちゃんです。你好、面包弟。你好、你好。富山、逆に遠くなるけど行ってほしい。かわいい、高瀬さん。你是日本人吗？我是日本人，我来自大阪，然后我在台湾读大学。对，台湾の餃子はどうやって食べる？待って、それはいい質問だね。まず、その焼き餃子っていうのがあるんやけど、焼き餃子は、そこにあるタレ、結構甘めのタレもあるし、辛いタレもあるし、でも日本のラー油と、なんていうの、餃子のタレとは全然違うかも。で、水餃子やったら、水餃子も一緒かな？でも、餃子のタレとは全然違う。目前感觉教你们两个跳舞都非常拿手。我也觉得他也跳得很棒哦，真的。娟姐，谢谢你的爱心，很开心。娟姐，我很开心。我来自台，你有听，真的很细的部分，很好笑。你中文比我还好，哪有？我中文还不够好。あのね、あ、まんじ？あ、これ？なんか、まじまんじみたいなやつ？やったことないかも。高鐵、对、高鐵。こんばんは。今日はマレーシアから配信見てます。あ、またマレーシアか。アバカバ？合ってる？アバカバ？ジャカルタ、あ。ハロー。忘れちゃった。醤油、お酢、ラー油じゃないのね。そう、醤油、お酢、ラー油じゃないの。なあね、また食べられた。髪の毛。台湾90歳以上的老人都九州弁跟东京话，台湾口音的日文。是啊、哦。違う、まじまじの仕方、こうやんね、でも。まじまじ、みたいな。台湾的大家，你知道まんじ的意思吗？我也不清楚。那个，哎，假的？你知道まじまんじ耶？真的假的？连我也不知道那个意思是什么，真假？太厉害了吧！娟姐，晚安，下次直播见。好，明天也是这个时间。谢谢你来，谢谢你丢星星，谢谢你的爱心。娟姐，晚安，明天也上班加油，拜拜。シャンシャンでかくなってます。シャンシャン？シャンシャン？シャンシャンってパンダ？パンダ？ちょっと待って、わからへん。シャンシャンって何？そう、今日は、やっぱりパンダ？上野動物園かなんかのやつかな？合ってるかな？チャチャさん。うい。うい。今日は中国語の流行語を、ちょっとね、後で教えようと思ってね。パッと考えて流行ってることもまんじしか出てこない。あかりって時代に乗れてないかも。前のね、高校の時代は、
なんやろ、マジ横とか流行ってた気がする。あとなんか語尾に「お」とかつける。なんか、なんやろ、何々お？みたいな。そうです。あ、なるほどね。ありがとう。日本人回答我没有特别意思，这是突然一个流行。日本 JK 好像一段时间就会出现一种不知道为什么的流行，真的真的真的，然后没办法反转中文呢。马友现在只知道台湾的流行语，有什么流行语？我等一下给日本人，看看台湾的流行语。对，可是有些没办法反转中文，诶，反转日文。傻眼猫咪，对对对，像是傻眼猫咪，没办法反转日文吧，对不对？まゆちゃんが研究生なのが謎、全体人気で、ありがとう、中先生。これから研究生として頑張って、正式メンバーになれるように頑張ります。はい。応援してください、高先生。そうだお、あ、そうそうそう、そうだおとかそういうやつね。激おこぷんぷん丸はまゆちゃん、そうそう、まゆ世代やね、多分。激おこ、何だっけな、もう忘れちゃった。激おこスティックファイナリアリティプンプンドリームみたいな。あったよね、確か。激おこぷんぷん丸。めっちゃ懐かしい。来たお 毎回メイクが違います。あ、気づいてる？結構変えてるかも。Here we go! 何何何？バン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 、パパパパパンダ。ついてけないへん。じゅんさん、それついてけへん。マサルさん、こんばんは。日本で流行ってるわけない。日本で、流行ってる言葉、なんやろ、なんなんやろ。あ、ひょっこりはん、違う。マヨ一年前还是 JK 的时候流行什么？流行什么？我完全忘记我高中时候的。因为快一年半哦，一年半哦，好久好久，妈又忘了。ひょっこりはんの、はめ、め、わ、めっちゃしてる？プリト、あ、そうなんや。ひょっこりはん、まだ見たことないねんな、まゆ。何やってたかな？1年前。もうなんか、遠い昔のように感じます。高校生時代が。まだ19歳のくせしてこんなこと言うみたいな。藤井さん、こんばんは。お疲れ様です。秀幸さん、お疲れ様です。こんばんは。藤井です。445人になりました。今天要来整我的问题。哎，已经10点半了，还是时间过得很快。ひょっこりはんは、早稲田らしい。ひょっこりさんは早稲田らしい。へえ、お笑い芸人なんですよね。早稲田大学出身ってこと？あゆたん、日本の方ですか？に、大阪出身です。TP48 の研究生しております。よろしくお願いします。クマがちょいちょい飛んでるよ。どういうこと、どういうこと、クマが。あ、ほんまや。気づいてなかったよ。私は気づいておりませんでした。ともやさんが来てくれていることに。ともやさん、くまとアイスありがとうございます。あと、ケイクスさん、くまさんありがとう。大家谢谢你。それは私の最初の時間、ここに。こんばんは、ともやさん。ありがとうございます。全然気づいてなくてごめんなさい。我的室友回来了。Hi, Ilan. Hi. 私のルームメイトが帰ってきました。 No problem. Thank you so much. I'm sorry for bothering you. No, no. ルームメイトの、トルコ人のルームメイトが帰ってきました。帰宅しました。じゃあもうすぐ彼女も引っ越すからね。一人で寂しいの。
そう、ルームメイトいますよ。寮に住んでるから。そう。トルコ人。めちゃくちゃ美人。顔ちっちゃい、こんな。ルームメイト可愛いよ、めちゃくちゃ。目めっちゃ大きいし、顔ちっちゃいし、細いし、賢いし。そう、トルキー、そう。ターキー。ルームメイトさん、おかえり。かわいい。Hi, Maya. I try 日本語。Sorry for my poor 日本語。没有关系，没有关系。It's really no problem. I'm really glad that you. Glad to see that you're really trying hard to type in Japanese word. It's really hard for foreigners to type Japanese. I know. And my Japanese is poor as well, so it's really no problem. こんなこと聞いてもいいですか？どんなことを聞いてもいいですか？마야中文有80分呢。对呀、那个中文检定嘛。对呀、中文点检定。今年の1位予想は？でも、ゆうかさんがですね、速報1位ですよね。関西弁な？そうです。大阪出身です。打中文容易一点。可是没关系，打错也没关系呀、所以慢慢打日文呢、如果你有错，我可以告诉你，这样可以慢慢学日文，是不是？関西弁です。大阪出身です。今は台湾の大学に通ってます。11時38分か。台北は何流行ってる？もの？言葉？ものは、なんやろな。でも結構若い子が好きなんは、かわいいインスタ映えの場所。てか写真撮るの大好きなんよ、台湾の子って。だから、そのインスタスポット、インスタ映えのスポットとか、インスタ映えのカフェとか、はめっちゃ流行ってると思う。我不要跟马友打日文，我要打很难的中文。哎，你太坏了吧！你也太坏了吧！你明明就会讲日文，可是你，我没有看过，我好像没有看过你打日文跟我讲话，对不对？你打日文看看。ニクロのチーズケーキを、そんなこと言わないの。ニクロのチーズケーキ、こう。顔から突っ込んで食べたいぐらい恋しいのに。世界的麻友很厉害。没有欸。可是你的母语吗？Your mother language is English or Cantonese? LOM 十台有。啊，真的吗？有吗？我对你的印象就是打很难的中文。なんで台湾の人も SNS はインスタとツイッター LINE とかやるの？あ、ツイッターはめちゃくちゃ少なくて、それが Facebook とインスタと LINE かな。 LINE は絶対使ってると思う。マヤ、ホイ、中文、ホイ、英文、ホイ、日文。对。頭から、でも結構夢じゃない？このミクロおじさんのこのカランカランカランの時に、こう頭から、顔からこう、くちゃっと食べたい。台湾ってめっちゃ美味しい食べ物。そう。めっちゃあるよ。しかもね、安い食べ物は。だから絶対ね、若い子も楽しめると思うね。现在你中文比我的日文好了，我不要学。不行这样。可是如果我们见面的时候，你用日文，然后那时候我会发现你的日文好厉害。明明就很厉害。Maya, do you have a preferred language? I don't know. I like to study all languages. It's really like no matter which languages. Yeah, I do love studying. Yeah. So I don't have any preferred language. 晩ご飯食べてきた。何食べてきたの、ペヤングさん。何食べてきたの？気になる気になる。
さあ、すげえめっちゃ喋れるやん。全然全然。え？突然想到马友要不要？要不要什么？总选翻译直播？哦，也是可以了。哎，是几号呢？是几号？哎，忘记了，好像五天后吗？对不对？まゆちゃんに TGC 出てほしい。ありがとうございます。私も TGC 出たいよ。1位と、このショールームで1位と2位の子は確実に富山県に行けて、3位から15位の中1人だけ選ばれし者がその参加できるのね。だから皆さん協力してください。礼拜六。あ、礼拜六。我想看看。チキン南蛮、え、全然食べてない。好久没有吃チキン南蛮。いいな、チキン南蛮。我喜欢台湾的早餐店，我也喜欢，很喜欢。我每天去早餐店买蛋饼。我今天刘海不太好看。ほれ、なになに、憧れる、文星さん。一緒に勉強しましょう。Maya can speak fluent Chinese and fluent English. No! My English and Chinese, both of them are not fluent, really.Like, I just want to get high score in TOEFL and TOEIC. Like, yeah. はい、運営さんお願いします。ありがとう、あかりちゃん。かわいい。たこ焼きめっちゃ好き。ほんまに？そう、昨日さ、かぐやさん行って、たこ焼き器売ってたから、めっちゃ買おうかなって迷ってんけど、考えてみたらキッチンないし、寮の部屋狭いし、多分寮でたこ焼きとかやったらすごい怒られるやろうなと思って買うのやめた。なになに？ファンイジョマヨ。ん？麻烦你了、没有。如果可以的话、我愿意。ただいま戻りました。可是我、好、就是、有点怕我翻译的好不好而且台湾的大家台湾的粉丝的大家的日文跟中文比较比我好多ただいま戻りましたしゅうさんおかえりなさい欢迎回来名前同じだ漢字もえほんまになかなか少ないのにこれこの字嬉しいまゆさんまゆさん出たなんか不思議な感じするイエーイ、奇遇、奇遇ですね。まゆちゃんのことが頭から離れんくて、今日の授業全然聞いて、それはあかん。それは絶対あかん。ちゃんと聞いて。でも嬉しい、ありがとう。今サッカー日本代表かって、そうそうそう、さっき聞いた。でも全然見てないから、ちょっと後で見なきゃな。今年、二十歳やねん。7月2日、2日誕生日やから、その日、SR な。わかった？ペヤングさんも今年二十歳？今年二十歳え、同い年マイヨトーフ、ジャイヨー、シェシェニー。明明ちゃん、明明ちゃんちゃん中文、又ちゃんちゃん英文、又ちゃんちゃん日文、说自己说不流利。没有欸、真的、我自己不觉得我的、英文、中文、日文很流利。最初が兼備、そんなこともないのです。TOEIC is easy for マイヨ。Not that easy for me. Your Chinese speaking is better. Thank you. 三种语言自由切换 The native speaker. Even the English native speaker? 怎么可能？厉害厉害！我来中了。あと一文字がわかりません。自転車で来ました。あ、自転車で来ました。骑自行车来了，还是？骑脚踏车来了，看呐，他们，我来，我骑，哎，嗯，我来，哎，我骑自行车来了，看呐，嗯，娜娜，娜娜，娜娜坦，哈喽坦，一七七娜娜桑，でもすごい，
一緒に中国語勉強しよう。マヤ、对不起、我又迟到了。哭哭。你又迟到了。你又迟到了。你的作文，你的作文，想不到。老师失败了，老师失格了。马友中文比香港人更好，真的假的？可是香港人就是讲国语没问题吧？像那个 TVB 里面的澳门人、香港人都讲国语超级很好，对不对？现在进行到哪里？进行到哪里？没有哎，随便讲话。我没有决定好什么。同い年やん。ためていこうか。友達かて。ためていきましょう。ためていこう。Speak English, so I cannot speak English, really? Really? But I saw you like use English to have a conversation with me. ストーリー乗っけてきたよ。よかったら見てね。後で見るね、あかりちゃん。いつもありがとう。Your Chinese speaking is better than me. Really? I feel like you are really, really clever. Like really serious student. I feel like, I don't know. すみません、私は日本語。なになに？日本語が話せません。一緒に慢慢学習吧。一起学日文吧。マヤ老师对不起，我自己走去。对啊，站起来。站。在那边站，在那边站。Mina，来说一年啊，是哦，他在台湾过时间比较多、比较久的意思吗？Piang 先生，ありがとうやったのに。哦，Piang，ありがとうなって言われたビビロ。哈哈哈哈哈！哦，Piang，ありがとうな。澳门人和香港人差不多啦。NHK で中国語講座今やってますよ。お、なるほど。中国語講座でどんなこと言ってます？あ、ストーリーで思い出した。インスタフォローしてこなあかんやん。ってまだしてなかったんかい。I am serious. You are fluent in Chinese. Even better than me, native speaker. Ah, you mean Chinese? No, not that well. I really need to hard work to study Chinese. そういえば、日本今めっちゃ韓国流行ってる。あ、TWICE とかそういうこと？안녕하세요け？香港人中文英文也不太好，真的假的？可是我觉得，诶，不是，香港不是要一定要讲英文吗？我自己的事。我的同学。有一个很厉害的法文，哎，法国人，他是法国人，可是看起来亚洲的人，亚洲人。然后他讲八个语言吗？超厉害。然后我们上体育课的时候，他一边跑步一边看经济的课本，我觉得很厉害。안녕하세요 kid 他爸妈是澳门人的样子，但是在台湾念书的样子。哦，原来是这样。后来在台湾工作，Mina 在台湾长大，20岁才回澳门读书。哦，这样子哦。TWICE もだし、食べ物もチーズタッカルビとか。ああ、確かに確かに。こっちでもチーズタッカルビとか流行ってる。It's good enough. Thank you. Now. 我要学习日文了，我的日文也越来越烂了。750个人，那我来问大家关于我的问题，好不好？可是比较难哦，就是猜谜之类的。Hong Kong English better than Taiwanese Japanese, but worse than Singapore 吗？Singapore, you mean the SG is Singapore?どうやって走りながら経済学を読んでんの？ほんまやで。そう、あのね。マヨヨインスタマ？よわよわ。ズリズリ。MAYUMO7。7番。絶対フォローしてください。フォ
ラーしてきた。なんかダンスのやつかっこよすぎて鼻血出たかと思ったら出てたわ。ほんまに。チャラ拭いて、チャラ拭いて。ちょっと右の方出てると思うで、まだ。マヨはなん、ミヤミヤさん。ほらほら。今から、ちょっと眉のことを知ってもらおうと思いまして、クイズを出したいと思います。マヨ、マヨ刚刚有po那个跳舞的影片是不是？然后我有说，我从很小很小的时候就开始学习跳舞了，是不是？然后我那时候一边学习跳舞，一边学习什么？我有学过什么呢？さっき、シャワーじゃない、トルコ人のルームメイトの子が、何やったっけ？手洗ってた。テキストを持ちながら、そう、はい、走ってんの。ほんまにすごいと思う、あの子。フランス人の。さっき言ったことは、さっきインスタグラムでダンスの動画を載せました。で、昔から習ってたのね、ダンスは。で、ダンスと同時に、習ってる習い事がありました。それはなぜでしょう、なんでしょうかっていう問題。はなま？たいなんらま？手洗ったって言い方、今バリ可愛かった。え、待って。わかんない。それ可愛かった、可愛いとかある？みんな当ててね。大家猜猜看哦。習字？不是書法。習字じゃないのです。でも最近習字めっちゃ習いたいな。綺麗な字の人ってやっぱいいですよね。大家猜猜看。当ててね、当ててね。英語？没有、没有。英語は、高校1年生ぐらいからめちゃくちゃ真剣に勉強するようになりました。マイ日文有関西弁。对啊、我的日文是大阪方言。对啊、I have Osaka's dialect. Hello, how are you today? I'm really good. And you?I'm doing like a short quiz about me. Like, I really want you to know about me well, so I just asked you guys that, have you seen my video that I posted on Instagram? And then the video is like, I was dancing. Have you seen that? Did you see that? Did you check it out? And then I just asked aboutI've been learning street dance for more than 10 years, and then at that time, I was learning something. What is that? It's like guessing game. It's really hard. Have you already taken bath or shower? Not yet. 我翻身了，题目是，好，题目是我之前学过跳舞，然后那时候有学习另外一个东西，那是什么？我有学习过什么？中国語違います。中国語は去年の9月からだよ。Please teach us 関西弁。当然可以。Of course, I can. What did you enjoy for dinner? I didn't have a dinner today. I just had a lunch. No, it's like include breakfast and a lunch.ネイティブ関西弁も羨ましいな。男の落とし方って、小学生が男の落とし方を習ってたらすごいよ。しかもそんな教室だったら行きたいよ。Please make video teachers 関西弁。あ、yes、可以啦。好啊好啊。I will do it. I will take my video that I'm talking 関西弁。あ、插花。没有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 那么厉害。乐岂不是？噔噔噔噔，谁开音吗？答案是算盘。你知道算盘吗？那个数学的那种，不是数学，算数吗？算盘。そろばん、そろばん習ってました。答えはそろばんね。ゲーム友達とやるからゲーム一本買いさあると同時か。あなたならどうするか。次回その選択が次回何回？ショールームっしょ。夜は食べないようにしてます、基本的にね。去年の9月から。うん。うわぁ、まゆちゃんでも、あかりちゃん早く寝なさい。明日も学校でしょ。いきなりお姉さんぶるやつ。日本人超多人爱吃小笼包。对啊。
对，算盘算盘，そろばん習ってたんです。1年後にこんなペラペラになれるかな、頑張ろう、サーモンさん。俺の数学、メイも数学めっちゃ弱いから、最近もう足し算すらできひんから。そう、そろばん。可是、虽然我学过算盘，你们知道吧？我真的不喜欢数学，我不喜欢数字。いきなりお母さん。それは確かね、2級ぐらいでやめたんかな、忘れちゃった。もうそれこそ忘れちゃった。俺の数学めっちゃ弱い、ほんまに。 あかりちゃん、めいちゃんみたいなお姉ちゃん欲しい。 ほんまにかわいいわ。英語はどこの国のあまりですか？ニュージーランドに留学したこと、半年間だけ留学したことあるんですけど、ニュージーランドのあまりはもう消えちゃって、アメリカかな。以后买东西可以请马友帮忙算啊！不行不行，真的不行，自动便宜，真的，哎，被吃了。高校三年間不合格でした。很夸张。中国語は母音が難しいって聞き、母音かな。でも発音難しいかな。ペヤングさんは置きときなさい。何のさみたいな。还是这边的话最好。New Zealand uses British style English. Like they speaks English really 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 quick. Yes, really quick. And then they will say like something like, how do you say? Today it is really hot, right? Isn't it? This isn't it? It'd be like, today it's really hot, A. It's like, isn't it? Becomes like A. I think it's really incredible. 那你那你，我也学过算盘，是在台湾学过算盘吗？可是太久没有用，都忘记了。对，我也是。アメリカと刚刚と開港っぽい英語ってこと？ニュージーランドのウェリントンにいました。可愛がってね、お姉ちゃん。妹ちゃん、可愛い、マジで。まいちゃんに起きときなさいって言われる日、4時まで起きてるんやけど、やりそうで。マジでやりすぎ、それは。ちゃんと寝て。1時超えたら寝て。1時寝たら、1時超えたらすぐ寝るパターンのやつね。シュウさん、勉強頑張って。ニュージーランド cannot say fish and chips. あ、really? Like, I love fish and chips. 頭の中どうなってるんだろう。从4月开始就很热了，对耶，真的耶。Fish and chips. You look like Miss Dino Kano, former JKT member. Really? Do I? 関東ありがとう。台湾は今ね、1時間前やから、もうすぐ11時かな。那下一题よ。次の問題いきます。あ、でもこれ中国語間違えてるからもう大丈夫かな。あ、我在台湾还不习惯做什么？我在台湾现在一个人没办法做什么？现在也还没办法做什么？今、台湾でまだ一人でできないことといえば何でしょうか？I've been Taiwan here like almost 9 months, but I have something that I cannot do by myself. What is it? Guessing, guessing. 中国語勉強するね、まやちゃんと中国で。あかりちゃん、絶対喋れるようになると思う。そういえば何時まで？ 3 時ってもう寝るよ。だって朝8時から授業よ、私。まゆ、your family is in Osaka right now? Yes, they're all Osaka right now. 错车没有嘞，没有错车，没有电车に乗る。できるよ、一人で電車に乗ることぐらい。旅行を一人でするの大好き。公车也可以よ。え、テツさん？你打日文了？我很感动。我发现你打日文。バスに乗る？超可爱哦。我很感动的
つさん、電車乗らないとかだったら超かわいい。電車乗らないんかって生きていかれんがね。一人カラオケ。あ、うん、確かにできやんけど。もし多分、てか台湾に一人カラオケがないと思う。Ordering at restaurant. I can do. I can do it. 19歳、20歳やろ、若いんや。今日は寝るな。そんなに若いのに寝たらあかんよ。まだ寝たらあかん。マユ、現在、天天吃小籠包。没有。没有、天天吃。没有、每天吃不一样的。可是、通常都吃。如果是早上的话、吃蛋饼。一人カラオケ。ただいま？ジュンさん、あ、ただいま？Mayu say that she is 40. No! I didn't say that! 40. No, I'm 18 years old. 刚刚忘了钱。太累了。还要给也可以啦。Mayu said she is 19. Yes, 19. Yeah. Telephone. No, I can do. Yeah. It's no problem. カラオケでは何歌う？うん、台湾のカラオケやったらやっぱり台湾の歌歌うかな。大阪とか日本で歌うんやったら、大塚愛さんとか、ゆいさんとか、かな。初見です。あかりさん。ありがとうございます。来てくれて。トライリンガルやな。こんばんみ。チューシン、チュージー、チョウジーさん。アイドルって昔から憧れ終わったよ、あかりちゃん。くにさん、こんばんは。いや、まゆが前に言うてんけどな。俺が、なんか、まゆが、なんか、あ、まゆがやん。台湾は一个人看恐怖电影。当然な。如果、旁边有别人也没办法看。就如果你们照我看恐怖片的话、我真的会生气。真的生气到回去大阪。大阪超好吃、现在也。デート、一人はできないよね。もちろん。誰と手繋ぐの？右手と左手で手つなぐの？牛丼屋に入る。あ、待って、ともやさん当たり。ともやさん正解。对。有人猜到了。这是我没办法一个人去吃。欸、去外面吃东西。我不敢。我真的不敢一个人去外面吃东西。所以我如果想要去吃东西，我去买。然后外带，然后带回去宿舍孤单着吃。あかりちゃんは憧れてるの？頑張って、絶対大丈夫。あかりちゃんも明るそうやし、写真も見たけどめっちゃ可愛かった。あかりちゃん、你有去过西门町吗？有啊有啊，没办法交男朋友，真的。こんばんは、ジャイアンさん。関西弁萌え。そう、スカイ、ね。トモヤさん当たってる。今も台湾でできひんことは、一人で外にご飯食べに行くこと。台湾人ってさ、なんか、すごいめっちゃ友達とかでずらーってさ、おるんよ。だから、大学の近くとかで一人でご飯食べてたら、あの子友達おらんのんちゃんとか思われるのめっちゃ嫌で。一人でご飯食べに行かれへん。でも大阪とかやったら全然一人でとかご飯食べに行けたのに、台湾来てから全然無理になっちゃった。なんで星になるの？いやわ、俺が星になりそう。いや、布団。ん、どういうこと？全然わからへん。为什么？为什么？就是我不敢啊。如果被就是怎么说，吃他的大家都会带朋友去吃，对不对？诶，没有吗？还好，也是还好，可是我一个人不敢去吃。我算猜对了吧？也是，猜至少。Is it difficult for idols to use Taipei Metro? I don't think so because I'm not so famous right now. ゆいね、サマーソングが好き。なるほどね、まゆちゃんももっと好き。チョコミントさん、推薦コメント見ました。ありがとう。書いてくれてめっちゃ嬉しかった。成人式は振り袖が着たいねんけど、当たり前か。ね、お姉ちゃんのお下がりかな。お姉ちゃんと一緒に選んだ記憶がある。いつもテイクアウト、そう、いつもテイクアウト。はい、以为会外带到公園吃。公園吗？あ、公園的话可以啊。对啊。如果公園的话可以啊。
更新ってわかる？1時間経ったから更新できるよ。うん、どういうこと？一回切るってこと？でもせっかく1100人の方に来てもらってるからな。また顔見られてるの恥ずかしい。かわいいと思って。びっくりした。あれもかわいい。じゅんさんもかわいい。わかる。そうそうそう、そういうこと。嬉しい。ありがとう。俺にじゃないな。黙っとこう。マヤ是世界值的アイドル。我希望我可以啊。我可以当啊。星投げ全部終了。ありがとうございます。プーさんさん。蜂蜜食べたい。おにぎりさん、ふむふむ。我听说，我有听说日本人一个人吃饭会有被边缘的感觉。对呀，对呀，所以日本人不太一个人吃饭，就算一个人吃也不喜欢让其他人看到。也是，也是。可是其实我在大阪的话，我敢一个人去吃饭，真的。如果拉面店的话不行，拉面店我真的不敢一个人去。然后是 Ski 家跟。吉野家也不敢去，我不知道为什么，就是这样子。やせさん、ことことよ、こよい、あ、今夜も美しい、ありがとう、やせさん。マヤ怕孤单，对，マヤ怕孤单。可是今天晚上也要一个人睡呢，因为室友刚刚去找她的男朋友呢，哭了哭了。那下次我们陪你吃 ，Sky 上，你很贴心。那我要吃日本料理。みんなに伝わる、似たるネタなんで伝わらねん。バカか、バカや。開始播、可以開始播、大家会陪你吃。英語を勉強する学校行ってるから、めいちゃんみたいに喋れるように頑張る。あかりさん、そうなのね。頑張ろう。朝早いのでお先に失礼します。おやすみ。朝頑張ってね、明日も。じゃあ今日はゲームしてくるな。するんかい。はーい。あかりは左だよって伝えとく。はーい。マヨ可以在ショールーム大家一起吃。可以。推薦コメントめっちゃ考えたわ。めっちゃ嬉しかった。ありがとう。We wanna watch Mayu eating ramen. Really? But do you hate the sounds which Japanese people eat noodle? Like,Their sounds, like how do you say? I forgot, like, is it too rude for you? 台湾といえば東方、ん？美人茶、わかんない。富山のおすすめ料理？富山行ったことないよね。だから富山に行けるチャンスください。なたでここさん、初見です。こんばんは。ありがとうございます。ラーメン店、不敢去吃、怕被别人。也是啦，妈妈教的啊。男生会去吃饭的地方，然后感觉为什么我比你知道日本的事情？也是真的，我也觉得台湾人、台湾的粉丝们比我知道日本的事情。Sky 三条，我们去吃日本料理，但这样不会拍马友想家吗？会想家，每天想家。马友 can the broadcast your lonely den。Dinner， 河马，谢谢你的爱心。塩エビのかき揚げ ，slurp， 对 ，slurp。仙台来てほしい。あ、あかりちゃんは仙台なのね。あ、最後に好き、もう好き、ハート使うの気持ち悪いな。邪魔が来る。ありがとう、爱心あげる。富山ブラック。牛丼店和拉面店以前都是比较的人去吃，所以都会要求女生不要去，慢慢变成对外国人奇怪的习哦。你好厉害，你都知道日本文化。Any good Osaka style restaurant in Taipei? I don't think so, but I've never had Japanese style restaurant or Osaka style restaurant in Taipei. It's really, really expensive than other local food. So yeah, maybe when I go back to Japan, yeah, I'm really looking forward to eating.奥克
ランドから見てたけど3時なんで寝ます。お、オークランドから見ててニュージーランドの、なるほど。 Good night. Thank you for coming. 淡路さんありがとう。8のメンバーで、でっか、でっか、でっかす。チームエイト？難しいな、その質問は。He's saying they are blue color restaurants. Fei Bai Lian. 元 SKE の子に似てるね。本当ですか？誰ですか？ヘンとジェンの違いがわからないよ。ジェンはジェンダの一個取ってる字やから、本当っていう意味で、ハンは形容詞の前につく言葉で、とってもって意味かな。ヨイチのおすすめ食べ物は？でも台湾来たら絶対そのジーパイ、チキンのこんなでっかいやつはかぶりついて、ぜひぜひインスタ映え写真を撮っていただきたいのと、なんやろな、あとはあのシェンナイ、シェンナイってなんて言うやろ、ミルク、ミルク、凍ってるミルクってなんて言うんやったっけ、フレッシュミルクみたいなの揚げてるやつがあるんよ。言ったら揚げアイスみたいな、もうめっちゃ美味しい。じゃあシェンナイっていうやつね。对，十一点了。马友考试下次告诉我为什么是，蓝脸。是什么？蓝脸是什么？大脇さんに似てる。本当ですか？似てますか？まいちゃん可愛い。頑張ってね。おじさんありがとうございます。1300人超えたので、自己紹介しようかな。1300人の皆様、はじめまして。こんばんは。またまた。来ていただいている方もいますけど、大阪出身です。今は台湾の大学に通っています。 TP48 1期生の研究生してます。藤井芽衣です。よろしくお願いします。インスタグラム MAYU まゆ、あと MO も7番、オフィシャル TP48 オフィシャルで調べてもらったら出てきますので、ぜひぜひフォローしてください。あとは今富山県のイベントに参加できるかもっていう活動があるので、もしよかったら星とコメントとプレゼント、愛心、愛心じゃない、ハートとかいただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。喋りが関西弁でいいね。そうなんです、関西弁なんです。 My who is your favorite 48 member? She's already graduated from AKB48 but I like, I really loveわたなべまゆゆさん。まゆゆ今天来温乐。对啦，河马，我在等你了，我也在等你了。大家好，1300多个人的大家，谢谢你们来。我叫藤井麻友，我是 TP48 研究生，一期生研究生。我来自大阪，我是大阪女孩，我是一个很爱吃臭豆腐的大阪女孩。我们 TP48 现在在参加 TGC 的活动，所以大家多多帮我丢星星，跟我留言。对，如果可以的话，送我爱心，谢谢。Mayu like Mayu， 对啊。どんどんひらめってきたんじゃない？新しい人もいっぱい来るもんね。そう、嬉しい。大阪と京都のアクセントちょっと違うんちゃうんかな。なんかさ、何々してはるやんとかさ、何々、そうじゃない、何々してきはるやん、何々してはるやんが京都じゃない。マヨ知道吗？明年珍珠奶茶不能用。え？为什么？环保的关系？真的假的？トリリンガルなんです。そうなんです。ありがとう青じさん。ニックネームはあるの？ってか頭ん中言語スイッチみたいな仕組みじゃそれめっちゃ言われるけど、別に言語スイッチはないよね基本的に。ニックネームはね、日本語はなくて、だから考えてくれたら嬉しいな。待ってます。珍珠奶茶真的是好喝但是好肥。对啊对啊，我不敢喝了，真的我不敢喝了。日本的穷水滩，穷水滩，
要用汤匙吃珍珠还不方便，对哦，为什么要汤匙？用汤匙吃珍珠，真的假的？我没有看过诶，便利商店 no，臭豆腐の匂い。が苦手です。あれって臭豆腐の匂いなんかな？結構コンビニ、結構台湾のコンビニってめっちゃ独特な匂いあるけど、あれは多分ね、卵の匂いかな。でも臭豆腐をコンビニでやってるのは見たことないかもしれない。前の行ったコンビニがそうなのかもしれんけど。日本語も使い分けるのすごい。日本語はね、母国語やから多分ね、そんなに問題ないと思う。每次听到日本爱吃臭豆腐，都很感觉日本人在骗人。没有，没有，我在开那个 Live Me 的时候有吃过臭豆腐，对不对？然后我上次去台南的时候，回来台北的时候去那个嘉义嘛，嘉义的臭豆腐超好吃的。你们去过那个嘉义的，那个叫什么？那一间叫什么？我忘记了耶。可是嘉义有一间超好吃的臭豆腐，对，真的很好吃的那种。どうしんがたまゆゆ。早く記事書いてきて、本当に。茶叶蛋的味道，对，そう。あのね、お茶で煮込んだんかな？お茶で煮込んでる卵の匂いがするんやと思う、コンビニ。台湾といえば八角？八角？麻友爱吃臭豆腐？对啊。I really love to eat stinky 豆腐。I really。I'm not telling you lie, really。看板はなりゼロさん。コンビニなら、そう、スカイさん、そうなのです。眉って、眠いから寝るね。あかりちゃん、明日も頑張ってね。大好きだよー。ありがとうね。还没吃完，室友就回来了。你的室友吗？对，米莎，你记得很清楚。对，我上次开在那个 Live Me 用 Live Me 开直播的时候，在吃臭豆腐，然后我的室友很讨厌那个味道。然后，所以我一个人偷偷吃，真的偷偷吃臭豆腐的时候，室友，不小心回来了。然后后来我跟他道歉呢，可是他就跟我说，没关系，很凶的那种。台湾的外国人过来有呢。马友，你第一次看到臭豆腐，闻到味道不会臭吗？我现在也觉得很臭啊，可是很好吃啊。こんばんは、まゆちゃん。あ、まるこすさんや。こんばんは。那你喜欢吃烤的？我很喜欢吃炸的。Maya, you are true Taiwanese right now, right？我也有看到，其实，其实什么？其实有忘记吗？加油！谢谢。京都さん。お、フラムジャパンなのね。ありがとうございます。わざわざ中国語で言ってくれた。嬉しい。何言ってるかわからんけど。ごめんなさい。臭豆腐って知ってます？台湾の。めーちゃ臭い豆腐。納豆みたいな感じ。日本で言う納豆みたいな感じ。外国人ってあんまり納豆好きな人おらへんよ、みたいな。で、それが前は大好きで食べるのが。前はすっごい美味しいと思うの。カフカさん、こんばんは。お腹空いたからジンギスカン食べよう。いいな。好奇怪的大脑。We will all serve 臭豆腐 to you next time. Really? Thank you so much. 阿吉桑，おやすみなさい。炸的臭豆腐真的很好吃，真的耶！可是热量也太高了吧？我也有看到你偷吃臭豆腐，本来很开心在吃，后来变超尴尬，真的。你们都记得。我很尴尬诶，揚げ臭豆腐美味しい。え、マルコスさんは日本人かな？あ、まいちゃん今日は三つ編みだ。很可以吗？很可以吗？谢谢、ありがとう。昨日に続いてまた来ました。晚上好。たけしさん、ありがとうございます。臭豆腐ってどんな味？
めっちゃ難しいこと聞く。でもなんか、上げてる豆腐を想像してほしい。で、外が、めっちゃ上がってる豆腐やったら、サクサクしてて、中が、おでんに入ってる豆腐？え、違う違う違う。あれなんて、厚揚げみたいな。厚揚げって言うんかな？関西だけかな？厚揚げみたいな。で、たっぷりと汁が入ってる方が美味しいの。臭豆腐のね。で、臭いんやけど、食べたら、その、じゅわって広がる感じがめっちゃ美味しいの。わかるかな？でも食べてみないとわからへん。絶対。こんばんは。今、バイト終わってきました。ひらけんさん、バイトお疲れ様です。食べたことあるんや、まるこさん。いいえ、しわんちゅうま。好きですか？臭豆腐。我想要听什么？臭豆腐好吃的中文班，我听日文到头晕了，听不懂了。我真想问这个臭豆腐，哎，什么意思哦？臭豆腐好吃的中文班。你们芒果草莓も食べたい。芒果のかき氷，芒果雪花冰，我也想要吃。现在几点？哦，11点半，11点20了。沖縄料理もなんか臭いとこあった。ほんまに？あ、でも近いからもしかしたらあるかもね。あ、え、我下一题。我有准备很多问题呀、啊，可是我就是很开心跟你们聊天，然后我忘记问你们问题。我今天准备的问题，你觉得为什么臭豆腐好吃？什么样的口感？什么样的？哦，对对对对对对对，因为那个臭豆腐炸的臭豆腐不是外面是，外面是サクサク的，对不对？然后里面是很厚的，我喜欢很厚的。然后那个叫什么呢？我不知道哎。然后如果臭豆腐的酱油吗？不是酱油汁吗？那个什么汁，很越多越好吃，我觉得。然后我在嘉义吃的臭豆腐是很软、很软、很软、很湿、很湿的那种臭豆腐，我觉得很好吃。嘿嘿嘿，蛮好吃。刚刚是打微信的时候，臭豆腐啊，そう、匂いが蛮美味しいですよね。そう、最後にね、今日はいっぱい問題を用意したのに、メイクイズを用意したのに、みんなとちょっと会話を楽しみすぎて、全然問題を聞けなかったから、もう一個だけクイズ出したら、次は中国語に移ろうかな。那麻辣臭豆腐呢？我喜欢呢，我喜欢。还可以吃，真的假的？太夸张了吧！喜欢臭豆腐的泡菜，我也很喜欢泡菜耶。メイクイズいきますね。メイがもらって一番嬉しいプレゼントは何でしょうか？麻油问题，麻油小考。麻友收到什么礼物？会最开心。最想要收到、拿到的礼物是什么？これ絶対嘘やんって言われるかもしれんけど、これほんまね。真実ね。台湾は行ったことがあるよ。なになに？黒っぽいタレを混ぜる麺を食べた。あ、台湾の混ぜ麺かな？レックス、没有哎、欸。谁说钱呢？誰がお金って言ってるの？本当に。愛情、也是、也是。愛情、愛情ね。食べ物、誰がデブや。誰がデブや。たこ焼き。でも、プレゼントでたこ焼き送ってくれる人っておるかな？ そう、岩さん正解。巧克力、也是啦。也是、也是。很多钱。我不会不开心。如果我收到钱，我不会不开心。嬉しいもの？水着。もらったことない水着。ハリネズミ？あ、でも今もらったら嬉しいかも。是我，河马，那你送你自己吧。你进去那个邮局的那个很小的、很红色的那个，你自己进去，然后寄来我的。我住的那部地方，权力、権力、なんの、シャネルのバッグめっちゃ細かい、メモ欲しいわ。
上海大阪的机票当礼物，马友是最开心，最开心。什么什么什么？星星吗？星？啊，星？啊，これのショールームの。麻油炸豆腐好吃真的。東京の一等地？考えたこともなかったよ。天使？毎日ショールーム発信してる人がいるのね。すごーい。甘い食べ物。大好き。やっぱりハリネズミ飼いたいのね。買ってあげたい。買ってもらっても、でもさ、買えないからさ、量やから。だからいつか買えるように頑張る。休假？休暇？わらわらわら。你点头那个样子超可爱。ブランドバッグで OK じゃない。妈妈？送妈妈？送妈妈也太可怕了吧。タピオカミルクティー。センター？センター？是礼物吗？也会最开心啊。欲しいもの？一番もらって嬉しいプレゼントね。那回答答案哦，答案是，有人写信给我，我会最开心，真的真的，这个是那个写信是，没办法买的啊，买不到的东西呀，所以买不到的东西才最开心吧，不会吗？これ絶対言ったら、なんかこんなんさ、ポルシェとかさ、シャネルのバッグとかさ、お金とか、そんか、言われた後にこの答え言ったら、絶対嘘やんけって思われるかもしれんけど、手紙が一番嬉しくないですか？嬉しくないですか？手紙。なんかポルシェとか言われたら、手紙とか言ったら、絶対嘘やとか思われるかもしれんけど、ほんまやからね、これ。まあ、いいな、ママ、可怕来跟ママ、没有没有、我说。我说有人送我妈妈的话太可怕了吧？我没有说我妈妈很可怕，哎，也是可以，我可以说妈妈很可怕，因为她听不懂中文啊。现在她在，应该她在看我的直播，也听不懂中文，所以我说妈妈很可怕，也她听不懂，所以没关系，对不对？妈妈可，公园来台湾。あ、よいしょ。手紙か。ファンの手紙。かわいいかよ。最高かよ。乙女ファンレターって今。ファンレター送れるんです。オフィスじゃない。なんて言うんだ、あれは。事務所に送ってくれたら、はい。受け取れるんです。多分、ホームページにそれ書いてあるんちゃうかな。学位。手紙もらったらやっぱ嬉しいですよね。そう。推し深いかよ。国際郵便かかる。そこはちょっとだけ、頑張って、こう、ランクアップして国際郵便にしてほしいな。マヨママハオ。なんだって怒る。かわいい。ありがとう。ハオな、我来。チャイナドレスとか着る？あ、でも昔着たことある。マヨは、ママ怖いと言ったよ、ママ様。テツさん？に、为什么？这时候，这次用日文说呢？你每次没有打日文，可是我刚刚说我妈妈好可怕的时候，为什么你用日文跟我妈妈说呢？太唔贪哦，真的太唔贪。Ask staff to make videos on your life in Taiwan. My life in Taiwan. Do you want to see that? まゆちゃんにラブレター送って。なるほど。調べてみます。ドイツからどうなるか。あ、そっか。ドイツからか。めっちゃ遠いね。Videos are used for marketing too. わらわらわ。因为我是跟妈妈说话。時差は、そう、時差あるからね。まだ配信できるんです。おかしおさん。じゃあ、本日の中国語講座、行きたいと思います。台湾で流行ってる流行語。那我来教日本人台湾的国语。然后后来我会跟台湾的大家讲一下日文，好不好？昨日の配信では、
告白編をしましたよね。覚えてますか？今日は告白編をしたから、第1個目は说不定以后也是我的妈妈。嗨一下。哲子さん、你太可爱了吧。好。这个日本の皆様、この中国語の漢字を当ててください。ドゥドゥン。鲁蛇。鲁蛇。当たるかな？鲁蛇。当たってくれるかな？この二文字のうなぎ、違う。よ、美人さん。ルークスネーク。違う。マイオ、はいはい、マイオはいはい。ブルーさん、我现在在教中文呢。ウツボ、違う。これは人を表しております。人を表しております。これは人を表しております。何のヘビ？ヘビじゃないの。土壌、違うの。そう、その反応が見たかった。でも、ちょっと聞いてね、発音。ルーサー。英語にちょっとあるかない？こういう言葉。仙人。違う。人？有名人？うん。人のね、なんていうの？形容詞。形容詞じゃない。名詞？なんていうの？わからへん。そう。そう、ルーサー。ルーサー。そう、負け組って意味。昨日告白編のさ、中国語を教えたからさ、あ、今日はじゃあ告白して無理やった人のために、この中国語を教えようと思ってさ、谢谢麻友老师。鲁蛇、对、鲁蛇。わからへん、なんでヘビなんやろ。うん。そう、負け組っていう意味なのです。どんな中国語を教えるねん。使えるでしょ？でも。使わへんか。そう、ふんまーさん。負け男。僕らのことですわ。無理だった人のためにか。ありがたい。おもろい。日本語やったら、なんやろ、負け組とかかな。負け組とか、あとね、ヒリア獣とか、ヒリアとか。台湾大沙家、鲁蛇的日文、你知道吗？你们知道吗？是这个哦，马克古米跟希里阿朱，希里阿朱是一差不多一样的意思，就是没有女朋友的意思。对，这样子，負けたくないぞ。耳が痛い。私も耳が痛い。近いうち美容室行く？ん？美容室？行くかな？お、メンタルが。なんでなんで？美容室は。負け組、そう、小白。あまり使い道が。ということは、若潮さんは負け組ではないのですね。さあ、下一句？下一句。負け組の皆さんは、確かにこれを聞いたら怒りたくなりますよね。そう、怒りたくなるとき。その時怒るっていうのは、まず、生气っていうの。生まれるっていう感じに、气。空気の気。で、生气。我很生气。怒ってます。なぜなら、鲁蛇だから。みたいな、そんな感じで。その、生气の可愛い言い方、教えますね。これ、多分、台湾の子に言ったら、え？なんでそれ日本人の人が知ってるの？ってなるから、ぜひ覚えてほしい。俺のことやん。褒めてくれてありがとう。没有女朋友的人就是鲁蛇。不是不是不是。我说是、怎么说。那个、刚刚的。ヒリアジュ的意思就是通常都没有女朋友没有人陪他就是没有怎么说没有享受人生没有享受人生不管有没有女朋友就是没有享受人生的人会说ヒリアジュ这样子对好那生气气的可愛い言い方、あ、間違えた。言っちゃった。センチーチー。センチーチーって怒ってるよっていう意味ね。でもめっちゃ可愛い言い方。センチーチー。ねえ、もう答え言っちゃったよ、先に。先に答え言っちゃった。もういいや。
三七七。そう、これは森っていう字でしょ。七七。もともとの漢字がその生まれるに空気の木。生气。それが可愛くなって、三七七。七噗噗。答え言っちゃったけど、もういいや。なんで三七七かは、そのもともとの漢字が生气やから、ちょっと可愛いやんみたいな。言ってて可愛いやんみたいなね。ぷんぷんってやつ、そう、ぷんぷんってやつ。该不会等一下麻油要教下到吃手手？哎，下到吃手手，我没有想到哎，可以有时间就再教吧。結局ぷんぷんまでみたいな。そう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 、センチチ、そうそうそう。先に答え言うなんて、センチチだけでさ、早速使ってる、かわいい。麻油是吃手女朋友。对呀，我是大家的女朋友，请多多指教。麻油ちゃん、ハートにズッキュンして。好。ハートにズッキュン。初めて見たけど楽しそう。マツさん。何？センス？何何何？これ全然読まない。ここでクイズです。そう。那、台湾人的大家、你知道、センチチ的日文是什么吗？センチチの日文、あ、間違えた。日本語ってさ、多分、おことかやんね。おことかさ、おことか、激おことかそんなんじゃない？違う？おこ、激横。台湾人的大家一定要记这个哦。三七七的日文是おこ、干、激おこ。对，おこだよ、激おこだよ、这样子。おこやで、激おこやで。森永、ぬぬぬ。阿里山、激おこ、そう。三七七，中文是三七七，然后日文是おこ。台湾で間違えて日本の漢字使ってす、めっちゃするめっちゃします。激おこ、ダイエットとかしてる、めっちゃ可愛いし、スタイルは良くないの、ダイエットはしてるよ。まゆちゃんおこなの、おこじゃないよ。全然めっちゃ楽しんでます。激おこ、おこ。那台湾人的大家，你们听过激おこスティックファイナリアリティポンポンドリームま？台湾の人ってさ、激おこスティックファイナリアリティポンポンドリームって聞いたことあるんかな？大家听过吗？大家听过吗？マサヤさんありがとう。今はね、中国語コーナーしてます。台湾人的代价回我。激おこスティックファイナリアリティポンポンドリーム你听过吗？超快。マチャリンが言ってた。え、なるほど。なんか昔流行りませんでした？激おこスティックファイナリアリティプンプンドリームみたいな。好像有。最近気になってます。藤井さんがです。まさやさん。もっと気になってください。ジャングル戦地一、激おこ。ジャングル戦地一とか言うの？まゆさん、マチャリン、知り合い？知り合いじゃないです。いつか会いたいです。はははは、太快、对不对？太快了吧。マチャリン、有说过、真的吗？那可是那个没办法反转中文耶。如果反转中文怎么会怎么样？激おこ、スティック、ファイナリアリティ、アリティ、プンプン、ドリーム？台湾人的大家、激おこ、スティック。ファイナリアリティプンプンドリームあー面白い。夏は海、プール、川、湖、海かな。台湾は海きれいよ。 It sounds like Thai. No, it's like, how do you say? Really young people use this. Like maybe 3 years ago or something like that. Yeah, it's like fashion way. 中国の基本的な音、フレーズを教えてくれる。難しいこと言うな。音、フレーズ、あ、ま、中国語って4つの、まず音があるのね。ま、ま、ま、ま。1、2、3、4で分かれるの。いは、ま、で、2は、ま、で、3は、ま、で、4が、ま。そんな感じ。分かるかな？発音はね、難しいな。基本的なフレーズ。你好。こんにちは。我是
私は、トンジマヨ、藤井マユです。こんな感じ？あとなんか知りたいになりますか？听不过来吧？对啊，翻不过来啊！三种语言混合，无法翻成中文啊！对啊，无法翻。台南翔哥这样蛮有的，晚安。那个《Get Your Stick Finality Pum Pum Dream》，如果是翻成日文，哎，翻成中文的话，我真的很生气，我真哎真的生气气，然后。半半最后不知道真的不行了没办法翻转中文了難しい是什麼難しい没有英文超强的说没有耶这句太强了翻译成台语应该可以真的假的那你帮我翻译翻成台语看看吧马友来发明一句什么？一句这个的中文吧，也太难了吧！那我今天想一想那个 Galaxy Finality Pum Pum Dream 的中文，然后我下次的直播是明天给大家听听看。日语只有 NS 的，我听不懂什么意思呢？啊，妈妈妈妈。阿妈，你聞こえたわ、センスない。加油、可愛い。加油はね、加える油で頑張ってってこと。なんだ、このためになるショールーム配信は。な、これ、この野郎みたいな、なんて言うんだろう。この野郎みたいな。でもね、普通になんか、にーおーみたいな。にーおーみたいな。にー、あなたでしょもうあなたってば、みたいな。そんな感じでいいと思う。にーおーみたいな。台湾に住んでる？そう、台湾に住んでるの。马友笑起来好可爱，谢谢你。那我不给你看笑了，我不给你看笑容了。Sounds like my magic spell 。然后马友发明的就要在台湾流行了啊，真的可以。So 加油，我頑張ってって意味。那下一个哦，是最后一个。大家不要说答案哦。はい、日本の皆さん。今日、インスタグラムで、今日の日本語講座で載せた単語は何でしょう？これで見てるか見てないかがちゃんとわかるからね。もし当たらなかったら、インスタ見てないってことやからね。怒るからね。はい、次行きます。はい、これね。はい、起来。はい、日本語は何でしょう？大家真的不要说日文的答案哦。我就给日本人猜猜看哦。对呀、ハウルさん、日本語上手ですね。日本人なのです。挨拶から始めましょう、マサヤさん。はい、これみんな集めて。これ、はい。はい、はい、はい。当てて。はい、起来。見てません。見て、インスタフォローして、ちゃんと毎日、この、毎回配信する、ん？配信するときに、もう一字一句ちゃんと見て。嗨起来，大家一起嗨起来！这个的日文是什么呢？ヒント？ヒントは、難しい。ヒントは感情にまつわることかも。感情にまつわる。ごめんなさい、フォロー忘れてました。いらっしゃい、いらっしゃい、ちょっと違うかも。津波違う、津波じゃない。じゃこれ考えてね、その間日本語書くから。台湾的大家不要说答案哦。突然嗨起来，对啊，突然嗨起来。嗯，海に行くじゃないよ。インスタちゃんと見てるよ。安心したいから。なるほど、嬉しい。多分難しい。ぶっといマジックでお願い。ぶっといマジックでお願い。好。ぶっといマジックあるかな。ぶっといマジックね。待って、すっごい。テンションみたいなこと。待って、すごいやん。なんでわかったん？そう。大家、我来念日文哦。テンション上がる。テンション上げてこう、みたいな。テンション、ショ。はい、起来。テンション上がる。上がるとか、上げてこうとか、盛り上がってこうとか、ちょっと待ってね。
上がって行こうみたいな、そんな意味。あげぽよ、あ、そうそう、待って、あげぽよが一番近いかも。これね、え、見えるかな、見えてるかな、これ見えた？そう、ハイテンション、あ、そう、ハイチーライみたいな、そう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 。で、これでみんなで、みんなで一緒に盛り上がってこうみたいな、みんなで一緒にテンション盛り上がってこうみたいな感じで、そう、テンション高い、そう、テンション高いってこと、上げ上げていこうみたいな感じで、上げぽよみたいな感じ、そう、ハイチーライっていうの。だから、今天还有13分、え？今天还有13分？不是不是，只有13分，只有13分，这时间大家一起嗨起来。那日文呢？皆さん一緒にテンション上げていきましょう。あと13分しかないけど。AAO、パルルの逆か、塩対応ですか？テンションましょ。すげえ、日中英語、perfect idol。Thank you so much。AAO、ゲーム終わってきたらテンション上げて。間違えない、これさ、途中から入ってこられた方絶対びっくりしてるよね、ごめんなさい。 毎回の配信で中国語を教える、日本語を教えるっていうコーナーをやってて、いつも3単語ぐらい、そうだから、さっき入ってきた人とかやったら結構さびっくりしたかも。ナチュラル関西弁なんです。ダンスの動画の記憶しか。めいちゃんの配信見てテンション上げてこう、イエーイ。でもあと12分しかないから、ハイチーライのピンイン、ピンインマ、不是注音吗？ピンイン、ピンインマ、ピンイン的话呢？え、ハイチーライの孩子是二声吧？ハイチーライ是二声吗？应该是二声吧？这样子吧？ハイチーライ。HAI の二世、Q の I の二世、LAI の二世ね。そう、はいのこと。そう。一瞬、はい、起来吗？我怀疑我的中文ね。真的假的？真的、我有骗了。すみません、先ほどのピン音を教えてと言ってくれた方、はい、起来でした。一声です。HAY の一声。三声。はい、起来、起来。はい、起来。え、待って、としまるさん。めっちゃわかりやすい。はい、チャライ。はい、チャライ。覚えれる、それは。え、待って、テンション上げてこう。はい、チャライ。めっちゃ覚えれるやん、それ。すごいやん。一声、三声、二声。一声、三声、二声。一声、三声、二声。はいは、はい、で、ちは、ち、三線、来は、来で、二線。そう。日本で握手会あったら必ず行きます。I promise! シェシェ、はいはいはい。そう、ともやさん、会ってまーす。大家、台湾人的大家、シェシェ。然后、抱歉、我的、声调真的不好呢。声调不好。下次一定不会这样。我来念排名楼。ね、その漢字、一文字目の漢字多分日本語にないから。はい、チーズをその言い方で言いますね、これから。あ、いいね、それ。来、いいね。はい、じゃあ、今日の13位。13名、第13名、我来念排名を。チャンセン、谢谢你。然后、12名、谢谢你、河马、谢谢你。第11名、カクさん。カク様。然后、第10名、第10名。ニャニャンさん、ありがとう。ありがとう。いつもありがとう。第9名、ツッキー。ツッキー、ありがとう。いつもツッキー。え、ツッキーってもさ、あんまりさ、コメントで会話、そんなにないよね。コメントしてね、コメントしてね、ツッキーも。サーモンさん。あ、TV って書いてある。サーモンさん、ありがとう。あと、ティチーミン。あ、来た。チョコミントさん。
チョコミントさん、ありがとう。谢谢你。第6名、レイさん。本日も安定のレイさん、ありがとうございます。第5名。第5名。あは、麻油饭、唔汤、肥是，很惨哦，真的太惨了。啊哈，麻油饭，唔汤，粉丝追星族，谢谢。然后第四名，伊万桑，ありがとうございます。第三名，米沙奇亚桑，谢谢。我今天很感动了，你还记得那个我在吃臭豆腐的那时候，我感动，谢谢你。第二名，冰娜，谢谢你，谢谢你，一起嗨起来吧，嗨起来吧！嘟嘟，トモヤさんなのです。一位，耶，トモヤさん。トモヤさんも一緒に中国語を覚えましょうね。はい、52分、あと8分より、还有8分，耶耶。何やったっけ？インかい。こいつ、ついに頭おかしなったか言われそうやな。不会啦，麻友很厉害，很多台湾人也不太会念声调，真的假的？わ ー、すごいね。国際的アイドルだね。マルコスさん、ありがとうございます。小山かわいい、ありがとう。麻友辛苦啦。本日も安定のランク外、ピアンコさん、ありがとう。でもね、いつもコメントくれるのほんまに嬉しいから、ありがとう、ピアンコさん。藤井さんの経歴が知りたくなる。経歴はですね、中学校とか全然英語できなくて、高校生の時にもう必死こいて勉強して、英語を。で、そっから、なんか語学勉強が楽しいなってなって、台湾が大好きになって、台湾の大学に来て、今、なんか、省きすぎたけど、いろんなこと。配信来たら、壇上上がるのでよろしくです。はい、岩さん、ありがとう、もう一回。はいはいはい、マヨセンス。いっぱい勉強になった、ほんまに。サーモンさん、ごめんね。もっとなんか文法的なこともできたらいいかな。藤井さんの声は癒し系です、ほんまに。言われたことないけど。リーサーさん、そうです、関西人です、大阪出身です。あれ、今視界ハート型なったと思ったら目ん玉ハート型なってたんや、恥ずかしい。目ん玉ハート型にほんまにできる？じゃあ。 雰囲気も良き。関西弁も良きです。ありがとう。あと5分。あと5分あるよ。また5分あるよって言ってんのに、またねとか言わんとって。明日語学学校で自慢するね。うん。そう、語学学校で言ってみて、これ知ってるって。9分で現地的な人的にどうなの？ああ、行ったことない。マジで行ったことない。でも結構友達が言ってんのは9分じゃなくて、9分の上にある10分っていうのがあるんやけど、その10分ってところは、その、なんやろ、おっきいさ、なんて言うんだっけあれ。え？ランプ？ランプって言うんだっけあれ。灯籠みたいな。灯籠流しじゃなくて、灯籠を空にあげるみたいなやつ。で、なんか、ほんまに大きいやつね。で、そこにいっぱい名前とかさ、お願い事とか書いて、ファーってあげていくやつは、友達結構みんな、台湾人もみんな言ってる。9分はね、結構ほんまに、みんな韓国人って感じかな。間違えた。なんで韓国人って言った今。いや、観光客って言おうとしてん。韓国人じゃない。日本人めっちゃ多い。そう。ありがとう、たけるさん。明天有早八体育课。早八体育课。我不想要上。両親ともに日本人です。ツッキーはリア友なのでコメント打つように指導。あ、そうなんですね。はい、お願いします。まだ5分。そうやね、まだ5分もある。え、急にマジレスやん。笑って。台湾の家賃か。台北はね、高い。でも、台北で一人暮らししようと思ったらね、だいたい4万円とかなんかな。で、新北市って言って、その台北のちょっと行ったところ、だから台北まで電車で40分ぐらい。
30分40分で着くところがあるんやけど、それは台北市じゃない、市内じゃなくて市外のところは、だいたいその大学近くとかやったら安くなるんよ。特にだいたい見つけようと思ったら2万円で見つけれるし、でも2万円のところは結構お風呂とかも結構汚い。で、まあ2万円から3万円。台北市以外だったら。で、台北市だったらそれはないかな。台北市だったら4万円ぐらいかな。そう。ランタン、そう、ポケナカさん、ランタンなんです。いつか NMB と兼任できるように頑張ります。本当、理想論さん。先週演的海报。海报是在10分吗？还是要勉强干嘛咯？翘课，翘课，翘课！我不会翘课，因为我体育课翘课过很多次，没办法翘课了，再也不翘课了，因为我的成绩太不好了。我上次上体育课的时候，老师跟我说："你不要翘课了，你下次，哎，不，你下次一定要来，因为你的成绩太危险。"完蛋了，对呀、啊，ダンス動画めっちゃうまかった、よかった、ほんまにありがとう。マイに会いに行くために、まあ英語と古典、古典かい。ホームシックは全然大丈夫、台湾大好きやから。そう、朝8時から体育があるの、明日は。明日のショールームも同じ時間ね。はい。你不要去住哪栋呀，他说很危险。哦。对呀、啊，我现在在宿舍住啊。東京よりじゃあ全然、そう、東京よりは全然安いと思うよ。物価は日本より安い。うん。体育好吗？翘课やばいな。そう。こんばんは、はじめまして、山口さん。でもあと2分しかないの。だから明日も開くから、山口さん、見に来てくれたら嬉しいです。面白いダジャレ教えてあげる。眉の眉毛言うてな。は、うん、どっか行こう。マヨンタン、マヨ、take care of yourself, please. Okay, I will. Take care of yourself as well. ゼヨンタン、え、かわいいな。配信終わった。ダンス動画見て寝るわ。はい、チョコミントさん、今日もありがとうね。じゃあ、そろそろ皆さんに、お休みタイム、あと2分、あと1分、さ、あと1分しかないから。明日バイトやん、10時に終わるねんけど、まだやってるかな？うん、まだやってるよ。明日の日本の11時から配信するからね。Thank you for your broadcast today. Thank you for coming today as well. Thank you so much. I'm really glad to talk with you. 明日また来ます。じゃあよ、シェシェ。今日もしっかり可愛かった。ありがとう。いやー、たぶんなんじゃなんじゃメモもんじゃ、シェ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 。変わいし。好的、テツさん、我知道了。三角語喋るってこいっす。ほんまに。ありがとうございます。50回は見直してくれ。はい。あと1分になりました。剩1分了。所以我要跟大家说晚安了。谢谢大家陪我到这么晚。谢谢大家，我很开心跟你们聊天。明天也会开直播哦。对。对。大家晚安。晚安哇，中国語でおやすみ。晚安，晚安。大家晚安，干巴爹，Thank you so much。晚安，晚安，拜拜。まじめなやつな。はい、明日頑張ります。みんなも頑張ってね。おやすみ。おきに。